金沢は工芸が非常にこう盛んな町としてよく今知られておりますが、そのルーツは今から405年前江戸時代の初期に遡ります。金沢城内に加賀藩御細工所という武器や武具などの保守管理をする役所が作られました。そこでは多種多様な素材を用いながら多くの工芸技術というものが発展してきたわけです。その後加賀藩主による美術工芸の振興策によって加賀象嵌や加賀蒔絵という極めて優れた技術と美意識を持った工芸品が多く作られました。そのことが現在金沢が工芸都市として発展している一つの原動力となっております。金沢宇立山工芸工房は金沢の工芸技術の継承発展および工芸の振興のために1989年に設立されました。工房では加賀藩御細工所の精神および歴史というものを基盤に育てる、つながる、発信するという3つのテーマで活動を続けております。育てるでは金沢の工芸技術の継承とともに世界に誇れる工芸を担う人材の育成、それからつながるでは世界の創造都市、姉妹都市などのアーティストたちと総合交流をすることによって世界とつながってまいります。発信するにおいては金沢の工芸のおよび文化というものを含めて本物性というものを世界に発信すると、そのことが金沢の価値そのものをですね世界に広めることになるのではないかと思います。それら3つの要素が有機的につながることによって金沢の工芸文化というものの発展に我々は寄与しております。最高区隊の先駆けとなった加賀藩春日山窯の地において先人の心と技を受け現代に通じるものづくりを金沢から発信しています。陶芸工房では従来の陶芸技法を基盤にしながら可塑性を持つ陶土、磁土の粘土素材や上絵、下絵の装飾素材などの新たな可能性と意匠を模索しています。またそれらを実践するための窯などの設備も充実しており、日々の創作を通し作り手としての社会との関わり方も考える研修を行っています。金沢の漆芸は加賀蒔絵に象徴され、桃山時代の京都の巨匠五十嵐同朋がその技術を伝えたことがきっかけとなっています。その基盤に新たな漆芸技術やデザイン、造形表現が加えられてきたように、金沢宇立山工芸工房では伝統的な技法を学ぶ一方で現代の感覚による新しい漆芸の創造を目指しています。漆芸工房には蒔絵部屋や上塗り部屋、造形室など漆の作業をする上で必要とする環境が整っています。また木材加工室には旋盤や昇降板、ボール板などの加工機械があるほか、ろくろも設置しているので生地を自分で作ることもできます。加賀お国染めから発展した金沢の染色工芸は加賀友禅として現代へと受け継がれ、優れた技法として染色の意匠表現に影響を与えてきました。そのような歴史背景を学び、かつ伝統的な染色技法の習得を実践し、友禅、型、絞り、ろう染め技法などを用い現代の染色の可能性を広げる制作活動を行います。大型作品の制作も可能な広いスペースや水槽に加え、天然染料の抽出や様々な技法に対応した道具や設備が整っています。半世時代初期に金沢で始まった加賀象嵌の技術をはじめ、彫金・鍛金の技術で新たな作品を作り出していく力をこの場で養っています。道具作りはもちろん、デザイン・造形・技術のさらなる研修を重ね、研修者の作品の幅を広げ、大きな視野を持って国内外で活躍できるよう工房としてサポートを行い、制作環境を整えています。また金工工房においては、当て金、火床、七宝炉、精密溶接機など鍛金・彫金で必要と思われる機材は一通り揃っており、制作環境が整っています。半世紀より根付いてきた他の工芸技術に加え、この地に新たなものを取り入れ培っていこうとガラス工芸が加えられました。ホットワークやコールドワークをはじめ、
バーナーワーク、キルンワークなど様々な技法で研修者自らの造形表現により新しい工芸の創造を志しています。金沢においてガラスは新しい工芸ですが、ガラス工芸に使用する金箔などの金属箔の産地であり、漆、陶芸、金工、染めなど多素材の金沢の伝統工芸から刺激を受けることで、他の地域にはない金沢のガラスの表現が生み出されています。工房では日本独自の文化である茶道、華道、書道を剣芸として取り入れ、年に一度研修者が制作した茶道具であるとか衣装を用いたお茶会を開催して、工芸の創作活動の一助としています。普段の研修は個々がこれまで培ってきた技術をもとに制作を進めていっておりますけれども、各工房、地元の作家さんたちを中心に技術習得の講義も行っています。工房全体としての講師には、評論家の方、学芸員、デザイナー、アーティスト、ビジネス関係と第一線で活躍されている方々を揃え、研修者の視野を広げ、新たな自己の発見を目指しています。また5工房の存在を生かして素材を超えてのコラボレーションの制作を行うことができるのがまた特色です。私は、マケーと、あと螺鈿を使った褐色技法と、あと色漆を合わせた漆の小さな箱を作っています。こう手に取った方が、蓋を開けた時にちょっとこう嬉しい気持ちになるような褐色とかデザインを考えています。普段なかなかこうお話しすることができない、技術者さんの方の講義を聞いたりとか、あとはまたこう全国からすごく高度の高い技術を持った方がここに集まってくるんですけど、そういう方と一緒にこう制作して交流することっていうのはすごく自分にとって技術が上がる、発展するんじゃないかなということで、それでここの研修所を選びました。と金沢ってすごく工芸が違和感なく普段の日常生活の中で溶け込んでいるような感じがします。それは作り手が時代の変化に合わせて技術とか表現も変えているし、なおかつ技術も継承はしているんですけど、それに伴っていろんな方々がそれにこう作品をすごく興味を持ってくださっている、で展示会をしたら展示会に来てくださるので、そういう市民の方々の気持ちとかがあると作り手はすごく心強くて、なので自由に表現できると思うんですね。そういった意味で地域全体が工芸を広げようとしている、国内外発信しようとしているっていうことが、どこの県を見ても金沢がすごく唯一魅力的な大きなものなんじゃないかなっていうふうに思ってます。土蔵岩や打ち出しなどの伝統的な彫金技法を用いて花器や小箱などの器物を制作しています。象眼のその得意な表現っていうのが模様なので、なんか自分の中で美しいと感じた模様などを積極的に作品に取り入れています。金属素材と彫金技法の、良さや特徴を大事にして、それらの魅力が伝えられることのできるような作品作りを心がけています。象眼とか打ち出しにやはり使える金属っていうのが限られてくるので、その限られた金属の中でできる最大の表現を、追求しています。金沢のうちは、作家がすごい多く集まっていて、金沢の人たちもすごく工芸に関心があるので、そこで作家同士が、刺激を受け合い、で作家と地域が交流するということで、さらなる工芸の発展が望めると思います。工房紹介にありました陶芸工房、それから、漆の工房、染め工房、金工工房、ガラス工房、このように5つの工芸が揃っているのは日本広しといえどもここだけです。そこでは非常に多岐にわたった素材の研究からものづくりまでやっております。日本の工芸文化である茶道、生け花、書道等を体験することも可能です。ここで金沢の工芸技術、そして日本の文化というものに触れながら学ぶには最適な場所だと思っております。アーティストの皆さん、金沢宇多津山工芸工房はあなたをお待ち申し上げております。